こんにちは。今日はですね、2月のお気に入りを紹介したいと思います。まず1個目はこちら、じゃーん。これ Amazon で買ったものなんですけど、なんでしょう。タイルみたいですよね。ガラスではないのかな。でもちょっと重い感じなんだけど、リップを刺すものです。去年の11月ぐらいに女優ミラーを購入して、で、IKEA でこうドレッサーも自分で組み立てて、で、今ドレッサーの中をちょいちょいこう綺麗にしてってるんですけど、リップはリップで綺麗にバーって並べたかったので、こういうものにしました。こっちがリップで、こちらの長い方がグロス立てです。そして2個目がこちら、今さっき登場したばっかのものなんですけど、メイクアップフォーエバーアーティストルージュライト L の202番です。最近よくリップに使うんだけど、ポーチをね忘れちゃった時が響きかなポーチを忘れちゃった時があったんだけど、近くにメイクアップフォーエバーしかなくて、リップだけとりあえず買おうと思ってリップだけ買いました。とにかく発色がいいのと色が可愛いなって思ってこれにしました。そして3つ目がこちら、エチュードハウスのプレイカラーアイズのチェリーブロッサムというパレットです。最近出たばっかりなのかな。これもアマゾンなんだけど、アマゾンで買っちゃいました。パレットです。どの色も可愛いし、ラメラメしてて綺麗だし、どの色もね使えるなと思ったので。もちろんエチュードハウスなのでプチプラなんですけど、結構粉質もいいし、ラメもとっても可愛いのでこれにしました。ギラギラしすぎなくていいですね。次がね、動画で紹介したものなんですけど、こちらです。じゃーん。この箱ってわけじゃないんだけどね、これはバレンタインシーズン限定のボックスで、すごいなんか夢可愛いというか、このデザインに惹かれてサボンを見に行ってみたら、このバレンタイン限定のボディオイルに出会い、スクラブとボディクリームとかすごく良かったので買っちゃいました。こんなにスクラブするの楽しみになったことないっていうぐらいにサボンのスクラブはいいです。ボディケアどこがおすすめですかって言われたら、絶対に私は今だったらサボンって間違いなく言うぐらいに本当に良かったです。全部ボディケアをサボンで揃えるってなると少し高くなっちゃうんですけど、詳しくはこれ紹介した動画をこの辺に貼っとくので見てほしいんですけど、バニラでちょっと甘いんだけどラベンダーが混ざってるので甘すぎない感じのスクラブです。で、なんかね、サボンはイスラエルの司会の塩を使ってるらしいので、イスラエルから届くんだって。これは今1週間に2回ぐらいスクラブしてるんだけど、本当にツルツルになります。乾燥してるとこほどこのスクラブをやった方がいいそうです。まあ、お風呂上がりました、体濡れてる状態でこちらのオイルを使っています。で、これはね、ちょっとバレンタイン限定のものなので、もうちょっと売り切れちゃってるかなと思うんですけど、フローラルギャラクシーといって、フローラルな、とっても私の好きな香りです。で、このオイルを塗った後に残ってる水分を拭き取って、で、最後にこちらを、同じくラベンダーバニラのボディ…何でしたっけ、ボディクリームですね。はい、ボディグッズを使ってると女子力上がってるみたいな気分になります。そして次がこちら、じゃーん。新しくバッグを購入しました。これメゾンドフルールの、なんて言うんだろうね、サブバッグとして使っています。結構やっぱ荷物が多くなってしまうので、これ可愛いのがね、これ自分でリボン結ぶんですけど、ギンガムチェック、春のトレンドのギンガムチェックになってます。一応サテンの生地なのでやっぱ汚れやすいんですよ。私もやーい買ったーと思って次の日ぐらいに持ってったんですよ。持ってってすぐ汚しました。で、一生懸命ねこう落としたんだけど、やっぱりちょっと残ってしまうので、まあ、これ本当に汚れるの嫌な方は黒とか紺がいいと思います。このピンクを持ち歩くときはもうめちゃくちゃもう周りにこうやってね、こう気を配りながら絶対守るんだっていうね気分で
出かけています。洋服はもうすでに紹介しているものなのでパパパッと紹介するんですけど、まずこちらいちごの柄のパジャマで、これもツルツルの、私の大好きなツルツルのサテン生地なんだけど、ツルツルは大好きなんだけどね、でもザラザラの方が好きなんだよな。はい、で続いて2つとも GU です。もうね、全部 GU の安くて可愛くて全部お気に入りにしたいぐらいだったんだけど、それだったら別に GU の動画見てもらえばいいやっていう感じだったので、まあ、気になる方はこの辺に貼っとくので GU の動画見てみてください。特にお気に入りにしたものはこの後ろにリボンがついてて、こういう帽子、こんな感じでね、かぶるものです。で、これですね、サスペンダー付きの、グレンチェックのワイドパンツ、もうこれは絶対買った方がいいなと思いました。どんなトップスにでも合わせやすいし、なんかサスペンダーつける時とつけない時でもなんかこう違う服の印象が演出できるし、あとゴムなのですごい楽だし、とりあえずなんかこれ着とけば大丈夫みたいな。これも洋服なんだけどちょっと違う洋服です。最近ゴルフをするんですけど、ゴルフの新しい洋服を買いました。ちょっとね、ゴルフの洋服すごい高いんですけど可愛いんですよ。で、お気に入り1個目がこちら、サマンサ・タバサのゴルフブランドの服、帽子です。可愛いでしょ、こんな感じになっています。サンバイザーもゴルフっぽくていいんだけど、やっぱこういう帽子もいいですよね。こんな感じで使っています。サマンサ・タバサもすごい可愛いんだけど、もう一個可愛いブランド見つけちゃいました。ゴルフ、じゃーん、多分デパートとかで売ってるのかな。なんかね、もうすごいおしゃれなの、ここのブランドのモコモコの、あったかいし可愛いし、ピンクと白なので春まで着れるかなと思って買いました。ポケットがちゃんとねついてるのですごくね便利です。ボールとか、まあ、お尻に入れたりするんだけど結構ポケット重要なので。そして最後2つがこちら、ちょっと最近腹筋をやってて今年は筋トレも頑張ろうかなと思って、やっぱメイクとかも女子力を上げるねためには必要だと思うんですけど、洋服とかも可愛くしたりメイクをしたりして綺麗にするのももちろん大事なんですけど、結局のところ本当のビューティーはもう体からそして肌も綺麗にしなきゃいけないかなと思うので、もうちょっと女子力を上げるためにこちら買いました。でもう動画にしてるからもう皆さん知ってると思うんですけど、これはもう腹筋ローラーって言ってこうコロ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 ってやるものです。ぜひちょっと気になる方は動画見てください。あのね、これね、私今までどれだけ腹筋がなかったのかっていうぐらいにずっと腹筋が痛くて、筋肉痛で気持ち悪くなっちゃうレベルに本当に痛いんですよ。これもね、アマゾンさんで買いました。アマゾンね、何でも揃うやんって感じですよね。アマゾン最高。はい、あとこっちがヨガマットで、これをやるときに膝が痛くならないようにっていうことで買いました。どっちもね安くて両方1000円ぐらいで買えるので、なんかジムに行くのがめんどくさいというか、もう今年はねめんどくさいっていう言葉を使うのをやめようって思ってるんだけど、でも実際なんかこうあーってなるじゃないですか。でも家でできないのにジムでやるかって言ったらそうじゃないと思うので、しかも全然家でできるし、とりあえずは腹筋から始めようっていうあれですね。ということでこんな感じが2月のお気に入りでした。なんかこの間1月のお気に入り紹介したばっかりなのに2月早いな。時間を有効的に使って日々頑張っていきたいと思います。ぜひ3月のお気に入りもお楽しみに。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。起こしちゃった。ごめんね。ね、あ、どうしたの？
なんか来たよ。ねえ、どうしたんですか。ああ、そうだ。安定のジャージです。アディダス。